夢とチャンスの街ブロードストーン。その華やかな一面の裏にはもう一つの顔があった。裏社会の悪がはびこる巨大犯罪都市だが、それに燦然と立ち向かう者たちがいた。難事件を解決し街の平和を守る刑事こそ暗い闇を照らすヒーローなのかもしれない。逃走車両ペアライト北上、サムエイカー201に侵入。カメラ離さねえ。問題ない、抑え込む。まだ無茶はダメだ。ハーバードに行っても無駄だし、ルート12でシャットアウト。ハーバード任せろ。オーマイガー。ついに来たな。ここがポリスセンター。なんだ貴様は。ハーバード・マークス、お前たちが待ち望むエリート新人だ。デカシには刑事訓練用の仮想空間、現実がコピーされた世界。すごい、ここ本当に仮想空間なの。もう一つの現実さ。この事件のパズルを解き明かす。まだ30分も経ってないよ。そもそもこの事件には最初から違和感があった。プロファイリングの結果出たよ。この事件の犯人はお前だ。特捜班カール・オックスフォードです。ミスター・ケンブリッジ、あなたたちの教官よ。マリマニ、クマが行ったぞ。オーケー。我々が追うのは連続猟奇殺人犯クラウン。警察だ、おとなしくしろ。武力兵器の使用はデカバングルにかざして申請。ヒゲジジ、宝石強奪未遂で現行犯逮捕する。面白くなるよ。ハーバードがカラフル猫ちゃんになってる。何が起こった。誰かがデータを置き換えたんだ。デカシムにログインする。ここで起きることは現実世界の事件を解決するヒントになる。犯罪者を追い込むのは武力だけじゃない。その人物の内面を知りマインド攻撃を行うのよ。穏便な解決は好きじゃないんだが。警察のシステムに潜入しプログラムを書き換えた。それって完全に犯罪だぞ。これが犯罪だと笑わせるな。この狂った街では手段を選んではいられない。私腹を肥やす豚どもは一匹残らず排除する。今日からいよいよ僕たちも刑事になるんだね。そうだな。行こう、ハーバード。ああ。